やるか大乱闘スマッシュブラザーズやろうと思います。で、誰にするかっていうのを非常に悩んだんだけれども、そうね、マリオだと普通すぎるし、ドンキーは結構ね、ありだと思うんですよ、面白いから。で、リンクはちょっとよくわかんない。サムスも、まあ今日トリッキーで謎。ヨッシー、俺の子はヨッシーだったんだけど、でもヨッシーね、強すぎんだよね。で、カービィもちょっと反則的に強すぎんだよ。で、フォックス、ピカチュウ。なんかピカチュウ面白いんだけどね。でも、この中で、もうなんつうの、シンプルかつ、もうなんつうの、素晴らしい、やっぱ俺の愛情を注げるのは誰かっていうと、やっぱフォックスしかいないんだ。残念ながら。ベリーハードでいいや。1個でいいや。よし。タイム。あ、これ時間か。あ、5分か。無制限ってことか。これデータ消えてんじゃねえか。フォックスとスリンク。なんでこれをやろうかと思ったかっていうと、やるよ。あ、こういう感じか。懐かしいな。操作操作忘れたな。なんでやろうかと思ったかっていうと、スマブラをさ、おい、やる気を出しなさい。スマブラをね、知らない人がいるの。ちょっとびっくりして、なんか。あーん。痛い。なかなかやってくれるじゃないか。そう、スマブラとは一体どういう素晴らしいゲームかっていうのを、ちょっと俺はこれからちょっと知らしめなければならないっていうことで、ちょっと俺はやるに至ったわけだけど。落ちろ、アンドロス様のためにも。こうやってなんかあれか、得点がどんどんあれか、重ねて、あー、こうやってなんか項目なんだよね。どういう風に倒したかっていうのにもって、なんか、ヨッシー軍団、ヨッシーティーム、いいよ。なんだっていいよ、もう。やる気満々じゃねえか、君たちは。この恐竜家族め。お前ら全員どっか飛んでけ。飛んでけ。ほら。どっか行け。バカ人どもが。上に、でこれ、まあ、さっきの、まあ、チュートリアルがあったんだけど、まあ、ああいう感じで、まあ、敵を吹っ飛ばせば、まあ、上か横に吹っ飛ばすことができれば、もうそれで終了なわけ。これインハで、まあ、あー食べないで私を。どっか行け君たちは。よかった。今仲間でしなかった、気のせい。投げるか。あ、落ちてったね。今緑色の人が、これ壊せないか。おい、投げる。これが一番手っ取り早いの。おいおい、どっか行け。ほらー、ビームサーベル、ビームソードだっけ。もう刺すぞ貴様ら。よし、バーバイバイバイ。あべ、俺死ぬぞ。まだいっぱいいるぞ、これやべ。どっか行け。ほらー、よし。おい、よし、上に行くがいい。へっ、気取りすぎだろ。フォックス、お前気ざったらしいやつだったっけ、お前。ほらー、でもデータ消えてるじゃん。俺すげえショックなんだけど。